はい、こちらです。キャンです。デビキャンです。俺たち、ミッドナイトウォーズです。今回は、2020ハロータ大決算ということで、今回は、我々、ハロプロオタクとして、まあ、今年ぐらいから本格的な活動をし始めましたと。1年目ですけど。ほぼ1年目で。で、コンサートとか行ったり、グッズ買ったりしてみて、まあ、今年どれほどの量、コンサートに行ったり、グッズを買ったりしたのか、一旦年末に、まあ、確かめておきましょうと。年末調整して。そうですね。どれぐらい使っちゃったのかと。で、来年どれぐらい、まあ、どれぐらい超えていくか。予算があるかね。そうそうそう。気にして、まあ、順番に、行ったコンサートと買ったグッズっていうのを分けてね、お話ししていきたいなと思います。それでは、It's Tasting Time。さあ、俺はね、じゃあまず行ったコンサートっていうか、イベントとか、うん、あ、言っとく？まず、りんちゃんの場合だから。それが初めてだね、本当に。で、武道館。武道館のバラット。バラットと、15期のイベント。行きましたね。と、結ぶの卒コン。じゃないでも。そんなもんだったっけ？ 4 つじゃないでも。へー。まあ、1年目にしたらね、上出来なのかもしれませんね。しかも結構後半にまとまってるというか。あのね、じゃあなんで俺が少ないかっていうと、うん、俺外してんの。そうね。そうなんですよ。結構外してる。びっくりする。アンジュームの新曲の、ね、それも。俺外してる。9台だけ外してた。あとはゼミが被ったりね。あ、そうそうそう。急遽行けなくなったりとかね。悪運の引き強いからさ。そうね。うわ、クソ行けねえってのばっかだったり。これ話したか分かんないけど、そのゼミだから行けなかった、お前らが行ったの12月2日のね、武道館のやつで。俺はゼミでテストやってたんですよ。うん、で、したら、そのテスト落ちてたんですよ。くればよかったね。ゼミ生き損だった。完全に生き損だね。完全に生き損。こっちめっちゃ楽しかったの。そういうね。ピオノも3人で行ったやつよね。そう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 。ハロ曲解禁ですよ。そうそうそう。それを我慢して、しかもその席俺1階だったのよ。そうね、1階のいいところ。1階だったの。そう、1階だった。もったいない。もったいないよ。めちゃくちゃ良かったのに。そういう感じでした、僕は。悲しい。ちょっと運が悪かった2020年ってことね。まあ、ずっと悪いからね、俺は。多分ね、運なんてね、来年変わるもんじゃないですから。ずっと悪いからね、そういうもんなんですよ。まあ、いけるやつ楽しみましょうということで。で、まあ、グッズ、うん、グッズは、グッズっていうか、多分 DVD をブルーレイ4枚ぐらい買ってて、ここらの体のやつと、ひなフェスのアンジュレムのやつ。村田さんも必要なやつね。そう。で、あと、2017年のモーニング生の、インスピレーション、あとオクトピックの4つかな。まあ、買いましたね。それを買って、で、まあ、あとは、その都度ペンライトとか、そうね、そうね。買ってみたいな感じかな。でも、そんぐらい、だから、ハロショーに行った時に買ったやつとかも、それは見てもらえるね。見てもらってみたいな感じで。だから、そんなもんじゃないですか。まあ、DVD はね。DVD と、DVD 買ってライブ行ったぐらいじゃないですか。ライブは当たり外れるけど、DVD は当たり外れないからね。確かに。絶対に見れるからね。お金払えばね、くれる。見れるんでね。感じですね。まあまあ円盤多めに買ったということで、そうね、まあ、自宅待機みたいなそういうのもあったしね、序盤から。ああ、そう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 、それってことでやっぱりライブ映像が強くなってくるというか。そうか、確かにね。うん、そうで、じゃあ行きましょう。私に行きましょうか、はい。まあ私は2月ぐらいから、今年の2月から本格的にコンサートとかに足を向けるようになったというか、今までは高校生までは DVD の円盤とかブルーレイディスクで満足したものを、今年の2月にまず仙台ハロコンに行きました。はい、行ってたね。秋の部と2人で行ってきました。雪降る中、2月11日で、そっからちょっと飽きました。なくなったんですね、いろいろなコンサートが。行こうと思ってたものがなくなって、次に行ったのが7月11日の中野サンプラザハロコン、あの復活した一発目です。そうね、まあ、それも俺は行ってない、ね、行ってないですね。来ただけ、中野サンプラザに来ただけ。会場を調べ、その時ちょっとまだ一歩踏み切れなかったの、ね、あの日の7月11日の中野サンプラザ行った帰りの電車で、俺と秋信が、いや、マジでよかった、やっぱハロプロ最高だっていうのを電子カルテでしてて、そしたら雄大が、今、会員になりましたっていうのを早かったね、あそこは。そうだよな。そうでした、そうでした。まあ、入ろうと思ってた最後の一押しをここでしたというか。うん、で、次、8月12日に、プッチカフェ。はい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 。に行って、秋信と、あったね、ミッシャンの会ですね。はいはい、これも多分、結構行った時は全部ね、レポートが残ってるけど、残ってるんで。で、これ入れていいかな。あ、これいいや。次、10月1日、森と千崎さん写真集。ああ、それは俺も行ったわ。あ、そうだね。これも雄大行ったね。そう、行ってる。これ雄大と2人で行きました。うん、まあ、これで森と千崎さんと初めて5対面を果たして、ね。そう。対戦で、今回は負けたと、うん。次回勝つと思うんで。はい、次、12月2日、その次の日、アンジュルムのシリーベ。あ、それは僕は行ってないんですね。これが秋の部で行きました。これがその2日連チャンっていうのが初めてで。うん、森戸さん結ぶのはしごね。そこら辺すごかったよね、結構。10月結構行った。こっからゴンゴン、はい、ね、その気づいたらファンクラブのページに入って、新しいイベント来てないかチェックして、あったら応募していくっていう
形になっちゃってたんで、うん、1日森さん、2日にアンジュルムで、12日武道館です。で、5日にリンちゃん行って、そうですね。で、その後お前らザマ行ってるから、12日武道館ハロコン、10月15日アラビオ、ああそうね、そっか、10月18日ハーモニーホールザマ、そうで、ね、結構行ったんだよ、そのここら辺結構マジで5個ぐらい行った。10月5個行きましたね。で、11月にモーニング娘。20号機イベントの方に行って、で、その10日後、11月20日に船木結さんの結びファンクラブイベントに行きまして、12月2日武道館ハロコン、雄大が泣く泣く行けなかったんですね。その1週間後に船木結ラストコンサートに行って、で、12月13日にビヨンズのクリスマスイベントに行ったと。行ってるね。で、12月26日にラストモーニング娘。のチェキ会に行って、今年の活動を締めくくりたいと思います。あれは1個通してなかった。あ、履歴忘れたんだ。出た履歴忘れたんだ。で、1月19日に伊勢レイラさんのバースデーイベントに行きますよ。で、稲葉さんのバースデーイベントに入金。もういいじゃない、もう忘れたいの俺は。DVD も絶対買わない。逆にね、逆に悲しくなっちゃう。私はだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 個、2020年14回のイベントとかコンサートに足を向けました、ね、行ってるね。でも結構まあまあ月1で行ってんじゃん。わあすごいね。で、しかも最初の 4,5,6,7 はなかったから10月の5回が効いたというか。行ってるね。で、買ったもの、まず、まあ、アラビオとか、その写真、結構ハロショーで買った生写真とか、いろんな生写真入れるホルダーをまず買って、で、買ったのがアンジュルム DVD マガジン、ミラーミラー、リンネ転生で、あとアップトゥーボーイを2冊買いました。あー、森戸さんが入ってる版と、あとモーニング娘。があの出てる版。そうね、 あれもよかったね。森戸さん写真集、あとペンライト3本、ビヨンズ、モーニング娘。アンジュルム、うんうん、あと今年ですね、カントリーガールズラストライブの円盤で、ビヨンズのアルバム、アラビヨンズとビヨンズのファースト、純情エビデンスの同じ CD5 枚、うん、わざわざ言うな。で、ビヨンズのオフィシャルフォトブックみたいな、あー買ったね、っていうのを買って、今年の2020年私はハローオタ活動を締めくくりたいと思います。買ってるね結構買ってる、やっぱり。で、他にまだハロショーの分はまだあるから、うん、まあまあ買ってます、買ってるね、結構楽しい。来年はこれを超えて生きれるように頑張りたいと思います。はい、で、アキノコお願いします。最初は1月23日、なんといってもこれだけは外せない。ああ、そうね。あなたもそうじゃん。アリオ橋本でのと、なんていうの、シリーベじゃなくて、アペか。まあ、シリーベというか、そのなんかね、初リリーベ。リリーベ。で、まあ、雄大と2人でね、行って。懐かしいね。チェル横やん。で、15期3人で、まあ、イベントをやってね、握手をして。それで雄大が完全に沼に入ると。そうね。そっからすごかったね。早かったね。そうね。あの日だもんね。そう、あの日の夜に、デルキャンに電話して。そう、まだね、京都にいた私に電話がかかってきて。そう。モーニング娘。やばいぞ。そうっすよ。ちょっと YouTube やんね。早っ。多分できるから YouTube やろうぜ、つって。ね。あ、そっか。それもか。だから俺はそれ CD 買ってんだよね。ね、それで出会い握手したんでしょ。そう、まあ、俺が買わせたんだけど、雄大、俺も買うのとか言ってて。俺もこれ並ぶのっていう。いや買えよみたいな。1000円で握手できんの？そうだよ、毎回そうよ。そんな神指なの？あなたもいつもさ、ついてくるだけだったから知らないんだよ。知らなかった。5人いたから1人200円。そうだよ。やばくね？そんな簡単に CD ついてきてだよ。そう、すげえな。実質もあれやばいよ、あのイベントやばいな、今考えると。リリーベってやばいよ。今それあったらやばいな。 みんなさ、1万円分が余裕で買いそうじゃない？ね、10回ぐらいやるな。全然きそう。すげえな。でもそうだな、本当あの横山って書いてる黄色い T シャツ着たやつがいて、うん、あの時そうですね、やっべえなーって思った記憶ある。あの時はね、うん、でも今だったらもうね、なんか慣れたっていうか、慣れてますね。で、まあ、2月のハロコン宮城行って飛んで、7月ハロコンとか、まあデブキャンとほとんど同じだから。で、7月の18日島倉理香さんバースデーイベント2020、おめでとう。最善すごい。いやもうね、ありがとうございます。本当に神すごいよね。もう最善いただきました。もうこれで完全に惚れましたね、うん、で、ほぼデブキャンと被るか雄大と被るかみたいな。そうよね、私もそうね。そうだね、それはみんなで行ってから、ね、一人で行かないよね。そうで、まあ12月1日宮本さんのバースデーイベント、うん、とあれだな、ジュースジュースの宮本かりんさん卒業コンサートは俺しか行ってないから。そうね、そうね、っていう感じかな、現場としては。あとは大体被ってる。あとはお前はその、でもただ多分数で言ったら多分一番俺が多いか。
そうね、一人で行ってるのが多いもんね。あと物を買ってるのよ、お前は。物が一番気になる。知らないところで物をめっちゃ買ってるのよ。物、ね、多分ね、FSK が佐藤さん2体で、森田さんあげたじゃん。もらいました、いただきました。で、パンダさん1人、下倉さんに夕飯で、西ちゃんで、まあいろいろ多分合計今家にいるのは8体か9体。なるほど。まあでも普通じゃない。でも野球できるな。そうね、野球はできる。ただあの佐藤さん2人いるっていう。でまあ写真はまあたくさん買いました。全数えらんないもんね、はい、写真は。たくさん買いました。あと島倉さんの写真集、うん、宮本さんの写真集、ビヨンズフォトブック、森さんの写真集を、ね、私が多めに買いただきまして、うん、チャンさんのね卒業系のマイクロファイバータオルとか。買ってんね。島倉さんのバースデーイベントのバースデー記念セット、まるまる。ああそうね。そうそうそう。買ってんね。買ってんね。なんかちょっとかけるなんかかけるポスターみたいな。わかる。こんくらいのちっちゃいやつ買ってんね。あとジュースのピンポスまだ開けてないけど買ってんね。あとなんだこんくらいかな。くらいじゃない。あとあれだ、チャンさんのキャンパスアート買ってんね。いいねいいね。あれ買ったの。買った買った。え、そんな、え、あれ2万のやつじゃないの。あー、それじゃないの。あれじゃない、全いつだって全力だったのやつ。2万のもの買えないんだ。なんか2万買っちゃったらもう破産するの。買えるよ、買えるけどカード止まるだろ。止まんねえ。あとはあれかな、冬のハロコンのブルーレイ買ったかな今年は。あー、ハロプロジェクトイズム。あー、見た見ましたね。そのくらいかな。で多分大体30万くらいなのよ。買ってんねえ。あの現場合わせてね。買ってんねえ。買ってんねえ。多分そのくらい。30万。でも多分そうよ。来年はね、うん、もっと使ってね。そうだね。倍は使いたいね。なんでなんだろう。でもね、お兄ちゃん、お兄ちゃん俺の日じゃないからね、多分。乃木歌なんだよね、お兄ちゃん。お兄ちゃん僕の日じゃないんで。妹は？妹もね、まあいろんな意味で日じゃないんで。比べられないか。そうね、比べられないね。ということで、今回はハロタ大決算2020年。はい。まだね、見てる方からしたら全然君たち使ってないよ、アマちゃんだよと思ってるかもしれない。まあ、でもそんなこと言うなよな。そうね、もっと使えよって言うなよな。金銭感覚をね、狂わないようにギリギリのラインを攻めながら。学生なんだから。そう、あと本当に、いや、もっと行け行けって言うと本当に行っちゃうから。煽られるとお金使っちゃうのよ。本当やめてほしいよ。欲しいものたくさんあるからね。これからも、まあ、吟味しながらね、欲しいものをどんどん揃えて。いや、そうよ、本当に。2021年また、おだかつ頑張っていきたいなと思います。慎重になってください。そうですね。ということで、今回は終わります。それでは、バイチュー。